ランカラテエコプロテクアシナ、ようこそお越しいただきましてありがとうございます。これからこちらに書いてあるポロトキッチン調理体験の方を始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速作っていきたいんですけども、まずはですね、ご飯に大事な出汁を取るのにこちら昆布を入れて火にかけてもらって出汁が出ません。でこのお飯を煮てる間にですね、別の料理、シポロニナっていう筋子を潰すためだけのもの。これね、なぜ潰すのかというと、卵の中って油が詰まってるんですよ。でこのアイ料理って油を調味料として使うんですよね。これでもね、最終的に入れるので全然問題ないです。私は苦手。ただの肝臓を炒めて自分たちで作る。また木で作った器を使っていたんですね。で、まあ今回もそれをメインの食材としてお飯に入れていただいて、でこのシポロを出していけばその四角いものかな。アイヌ語でいただきます。シティペアンロー。シティペアンロー。はい。混ぜたりとか揚げたりとか切ったりとかする人ペダというものだったり、そういったものをこういったプロトキッチンに出してる。美味しい、美味しいです。